たちはですね、残念ながら変なところにおったんですよ。もうここが爆心地でしょ。ちょうどここにおりましたんですよ。ここがちょうどね、四つ角になっておりましてですよ。で、ここに母たちは住んでおりました。だから私、ここは松山町って今でも言わんで、駒場町、駒場町って言うんですよ。母の兄弟が住んどったんですよ。そこに同居したんですね。駒場町にはですね、うん、1週間に一遍行っておりました。家から歩いて。土曜日に歩いて行って、一晩、土曜日の晩泊まって、それで日曜日のお昼から、家に帰るっていうようなね、パターンでした。その時にですね、長崎は空襲があったんですよ。そうしてもうこんぴらさん、ちょうど外人墓地があるでしょ。外人墓地の上の方にこう斜めにこうなったところの山に芋畑がいっぱいあって。その芋畑やら何やらに爆弾が落ちおりましたもん。いや、神戸におる時に爆弾っていうのはどんなもんっていうのは私知っておりましたですからさ。うわー、爆弾が落ちおる、あそこに落ちおる、あそこに落ちおる、あーって言ってからね、はー怖いな、長崎もやっぱりダメねと思ったです。神戸におる時ももう空襲警報が鳴ったらどっかに爆弾が落ちよったから、はあ、今日当たって死ぬかもしれん、死ぬかもしれんと思いながらおりましたでしょ。それが長崎に来て、ああ助かったと思っとったのに、その7月29日の日のどん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 落ちる爆弾を見てから、はあ、長崎も怖いなと思っとったんですよ。そしたら母がもう長崎に来ることはできんって言ってから厳しく言うたんですよ。もう来るなって、危ないって。で、お母さんどうするのって言って聞いたら、お母さんもね、そのうち邦子って3番目のね、邦子って言われますが、邦子とそれから秋宗っていうのは中学の邦子と秋宗が夏休みに入るやろから、夏休みに入ったらお母さんもね、三重に来るけんって、そけんで長崎に来るのは一時我慢しとれって言ったんですよね。そう、あんまり先祖も名をないかもしれんって言ってから三重におるおじが言ったんですよね。当時そんなこと言ったら非国民って言われたかもしれんけど、おじは戦争はもう三重弁で言うたら「まくいとたいで」って言ったんですよね。もう「まくいとぞ」って「まくいとたいで」って言っ て言うてからて、まあ戦争はもうなごなかって言ってから言ったけに、ね「おじさんって何が」って言ってから、3番目の姉はね、そのおじさん絶対そんなことないって、もう神風が吹くけんで、もう絶対そんなことないないって言って言いよったんですよ。だからね、わかんもんかって言ってからさ、もう長崎ももう今ねすっぱだかにさる状態でって言ってから言いよりました。それが母とのもう最後でしたですね。来るけんでって言って、8月の5日の日に2番目の姉が学校が会ってたんですよ、夏休みに。勉強しないから農閑期に入るでしょ。だから夏休みは返上で勉強ということになって、で8月、多分姉は8月4日の日に長崎に出て行ったんだろうと思うんですけど、8月5日の日に帰ってこなかったからおかしいねと思っとったら、学校にちょっと遅れて姉が入ってきましたもん。廊下をタッタッタッて歩いてから姉が来たから、「お母さん来たと」って言っていたら「コン!」って言ったんですよね。ああ、なんか用事があるのかなと思ってたんですよ。新型爆弾が広島に落ちたっていうのをボロラジオがあったんですよ、おじの家にも。ガチャ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 いうラジオが、
で、いや新型爆弾ってどんな爆弾やろうねって言ってからね、でもね、損害は警備なんて言ってから言うとるぞって、そういうけんね、新型爆弾って言うたって大したことなかったかもしれんって言ったんですよ。そしたら姉が学校に行って、それで聞いてるんですよね、広島の爆弾はねって。一発落ちてからね、もうなんか知らん光が出て、いっぱい人が死んだって言ってから言うたよって。それなんで姉ちゃんそれ分かったとって言ったら、先生たちがみんな言いよったわけねって言ってからね、広島やっぱ町が大きいもんねって、広島も知っとりましたですから、神戸からこう通過していくのにね、まさか長崎に落ちるって思っておりませんでしたから、8月の7日の日、8月の7日の日やったと思うんですけど、宣伝ビラをその2番目の姉が持ってきたんですよ。2枚か3枚あったと思うんですけど、もう綺麗に印刷した宣伝ビラを持ってきて、私なんか見せてもらったけど、小学生だから読み切らないような感じがいっぱいあってから、これ読み切らんって言ってから、そして時計みたいなのがね、そして12時5分前っていう宣伝ビラで、もうこう12時になったらもう日本はもう終わりっていう宣伝ビラ、それからもう一つはですね、長崎よいとこ浜の町8日9日灰の町っていう宣伝ビラ、それは割合簡単に書いてあったから読めたんですけど、それたらおじがそんなの持っとったらね、スパイとかさ非国民とか言われるけんで、やれって言ってておじが、取ってしまったんですよ。でおじは警防団の団長をしておりましたですから、それでもう役場に持って行くけんって言ってから役場に持って行ってしまったんですよね。で8日9日灰の町ってどんなことやろうかねって言ってから、私は学校が朝から空襲警報になったから学校は休みって言われて、学校休みや、嬉しいやでね、お手玉して遊んどったんですよ。そしたら11時2分にパーッと日向の色がなんていうですかね、茜色というですかね、パーッと日向の色が変わったんですよ。それでなんやろか怖いなと思って茶の間に寝込んだんですよ。じいさんばあさんが座っておりましたから、そこのところに。そしたらその逃げていったその瞬間に長崎の方を向いとった座敷と仏間の障子が外れて飛びました。わーって、それでわーって言ったらバーンって音がしたんですよ。だからその光がまず一番に来たんですよね。それから風は来て音がした。音って言えばもう耳がこうどうか変になるようにな音がしたんです。それでああ人がねーと思いました。でどこに落ちたってやろうねって言って、私はさばあさんから冬の布団をかぶせられてさ、そこ動くないぞって言われてから布団かぶせられておりました。